今回は、人は曇らせが似合うわら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 、に対する変態紳士旅人たちの反応集を見ていきましょう。人は曇らせが似合うキャラしてるよね。人の弟になって召使いのエピソード動画みたいな感じで見とってほしい。死んだ後にベッドにすがりついて泣いてほしい。ちゃんと傷になりながらも立ち直って墓参りに来てほしい。わかる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 。強い女性の傷になりたいよね。夢に悪くなりそうで興奮する。重要なのは立ち直ってほしいというところ。傷になりたいが今を苛む傷にはなりたくないんだ。あなたが積み上げた風格の一つになりたいんだ。キモい。安心しろ、自覚はある。立ち直った後に弟に似た少年を街中で見てチクリと傷が痛んだりするの好き。謝りながら死ぬか感謝を伝えながら死ぬか、いずれにせよ立ちして死にたい。バーバラ。バーバラはめちゃくちゃ泣きそうで心が痛い。バーバラ立ち直れるのかこれ。いいね、すごく興奮する。ジンも泣くけどいいのか。いいんだよ、立ち直れるから。代理団長の心の傷になりたいやつ定期的に出てくるよな。原神で最初の方に会うエッチなお姉さんだもん、仕方ない。伝説任務で墓参りのシーンが追加されそう。墓の前で平然装うとして泣き崩れるジンが見たい。わかる。数年後か数十年後かでいいから、そこを乗り越えて穏やかな顔で近況を話しに来れるようになってほしい。いかがでしたか？このチャンネルでは原神反応集を中心に夕方5時半、かっこ最近は不定期に投稿予定ですので、よかったら高評価やコメントしてくれるとオープン主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。